神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします障害者が安心して新型コロナウイルスワクチンを接種できるよう相模原市は私立障害者支援センター松ヶ丘園に専用会場を設置しました初日の8日は76人が1回目の接種を行いました 横浜 DeNA のルーキー牧が9日出場102試合目で100安打に到達しました球団の新人では3人目の快挙セ・リーグでも阪神の近本以来の偉業に一つの節目として達成できたことは嬉しく思う残り少ないシーズンも数を重ねていけるよう頑張りたいと先を見据えました 神奈川県内の上場企業120社の2021年4月から6月期連結決算を集計し売上高が前の年の同じ期間と比べ21.5%増えて2兆5035億円だったと発表しました前の年は新型コロナウイルスの影響で急激に落ち込んだため今年はその反動で大幅に増えました